なんでハロウィンにかぼちゃのランタンを作ってお家の前に飾るの？いいところに気づきましたね、やっと。それではご説明いたしましょう。コンコンコン、とってもいいじゃない、皆さん。
拍手。はい、ありがとうございます。これが一つ目のモンスターダンスです。続いて二つ目のダンスに行きましょう。それでは皆さん、両手をお顔の前に持ってきて、このようにお化けどうぞ、お化けどうぞと両手を大きく広げます。そしてその両手をお口の前に持ってきて、お上品にワッハッハーと笑って、今度は腰を落として大胆にモッホッホーと大笑いします。できましたか？それではこの2つ目のダンス一緒にやってみましょう。両手を頭の前に持ってきて、顔の前ですよ。いきますよ、1、2、3、はい、お化けどうぞ、お化けどうぞ、ワッハッハー、ホッホッホー、お化けどうぞ、お化けどうぞ、ワッハッハー、ホッホッホー。まあ皆さんとってもいいじゃないですか。お姉さんもとってもいいわよ。ちなみにこのモンスターズダンスはお化けがこのようにやってきて、お家のドアをノックし、お化けだぞ、お化けだぞといたずら成功で大喜び。といったハロウィンには欠かせない我々モンスターの行動をイメージしたダンスなんです。つまりこのモンスターズダンスが踊れるイコールハロウィンについて学んじゃえるっていうわけなんです。素晴らしいでしょ。それではこのモンスターズダンスの本番といってみましょう。先ほどの2つのダンスを音楽に合わせて踊るだけ、とっても簡単。皆さん準備はいいですか？はい。一人だけでした。小さいね。皆さん準備はいいですか？はい。まあ皆さんやればできるじゃないですか。最初からやれよ。それではモンスターズダンスの本番といってみましょう。ミュージックスタート。イエーイ。それでは先ほどの1つ目のダンスから一緒にやってみますよ。お化けがこのようにやってきて、お家のドアをロックするダンスでしたね。いきますよ、踊ってくれたみんなで大きな音
マグナスやハロウィーン。